ではここで大雨に関する情報をお伝えします。日本の南岸を低気圧が発達しながら進んでいます。このため東七瀬は当てのない旅に出ている。都会の生活に疲れ果てたのである。どこに誰が待っているというのではない。人間の匂いのしない場所ならどこでもよかった。また山沿いでは土砂崩れの恐れがあります。今後の気象情報に十分ご注意ください。ですね。若い人は周りのことなんか考えんからな。うるさくて眠れんでしょ。いいえ、大丈夫です。いらん。まだ気にしてるんですか。先生が何を食べてもいいっておっしゃったじゃないですか。後で気持ち悪くなって嫌な思いをするのはこの私だよ。またそんなひねくれた言い方をする。どっかお体の具合が悪いんですか。胃がんです。え、いいえ、あの、なんでもないんですよ。ええ、東京へ一人娘が嫁いでましてね、あちらの大病院で見てもらえって言うもんですから行ってきた帰りなんです。東京だってどこだって胃がんは胃がんだよ。あなたはね、胃潰瘍なんですよ。本当に頑固で困ってしまうんですの。自分の病気も自分で決めてしまうんですから。何よその態度は。どうしたんですか一体。いえね、さっきから窓こずこず叩いたりため息ついたりしてるもんだから、何か心配事でもあるのって聞いてやったっていうのに、余計なこと聞くなって目してじっと私にやめつけてぷいて横向いちゃったんですよ。近頃の若い人ってのは礼儀ってものを知らないんだから。父が危篤なんです。あ、じゃあ初めからそう言えばいいじゃありませんかね。学生さん、お父さん何の病気、何の病で危篤になられたのか差し支えなかったら聞かせていただけませんか。胃がんじゃありませんよ。糖尿病で倒れたんです。昏睡状態なんです。お気の毒にな。
近頃の日本人ってのは美食になりすぎて糖尿病が増えましたな。第一はメキシコ湾のエビを食べる時代ですからな。お宅も気をつけなさいよ。いや、私はもう低カロリー食に切り替えておりますから大丈夫です。この子の母親ね、心不全でしたですよ。まあ、じゃああなた5歳さん。ええ、まあいろいろありまして、この子の母親が、母親の私姉なんです。なるほどなるほど、田舎にはよくそういうことがございますのね。まあでもこのぐらいに大きくなると、うん、実の母を慕ってなかなか私には懐いてくれませんの。心不全ね、心不全、糖尿、それからこのわしのがん、これでまあ現代の典型的な病気はみんな揃った。このあとが交通事故。今の人間が死ぬ原因ってのはこの4つに限られてるそうですな。あありゃ、もう着いたんかいな。いいえ、まだですよ。まだ着かない。ああ、真っ暗じゃ。よう降るな。あなたが交通事故と言われた途端に止まってしまいましたな。本当ですよ。私は災いのもとって言いますからね、余計なことをおっしゃるもんじゃありませんよ。ガンで死のうという人間に怖いものはないよ。これなんですからね。お急ぎのところご迷惑をおかけします。信号待ちのため少々停車いたします。あれ見ろ、わしのせいでも何でもありません。五輪中に間に合えばよろしいですな。しなくちゃならないと脅かせば兄貴だって。このまま蒸発しちゃうか。本当にもうあなたの意地悪さは死んでも治りゃしないわね。クリアン、俺も死ぬっていうのに。病気って嫌が優しくしてもらえると思ってるんだから。お前は俺の死んだ後遺産で海外旅行にでも行くつもりだろ。本当にガンなんかじゃないのに。食いすぎだよ。娘自分はおちょこにして可愛いところがあったな。今じゃ色気もないまだしね。お前もガンになってみろ。今度は私もガンだって騒いでやろうかしら。慌てるだろうな、この人。まさにやつ、あんな男と。チキショウ。金が欲しい。金。遺産。そうだ。親父が死んだら遺産入るぞ。ああ、膝が痛い。足が棒になっちゃう。かわいい猫だよ。しかし、おごそば起こしたってうるさいし。
人の顔ばっかりやって本当に可愛げない子なんだから。びっくりするじゃないの。お母ちゃん、おりほんよ。お姉ちゃん、おりほんよ。何を言ってんのよ。怖いよ、ひっくり返るよ。お前、寝ぼけてんのよ。すいません、お騒がせして。お前ね、また寝ぼけたんだよ。き捨てだなんて男ってどうしてみんな同じことしか考えないのかしら。ちっ、あいつか。なんだってこんなところでよ。事故のこと思ったの。怖いよ、ぶつかるよ。聞こえる？聞こえたら返事して。大丈夫よ、心配しないでいいの。そう、あなたよ。あなたに似てるの。名前は何て言う？いらっしゃあ、じゃあ帰りましょう。すいません、はい、どうもすいません。いいえ。なんだい、当てつけがましい。ねえ、僕名前なんていうの。お姉ちゃん知ってるんだろ。食べね。私の顔色ばっかりにかかって嫌な子だよ。食べたけりゃ早く食べりゃいいじゃないか。いいのよ、食べなさい。また私の考えてること分かったのかしら。本当に変な子だよ。死んだ妹もどうか変わってたけど、何も考えないでいいのよ。お姉ちゃん食べなさいって言ってるんだから食べていいの。
姉ちゃん、駅で降りたらいけないよ。あのおじちゃんが悪いことするよ。もういいの、黙ってて。言わないの。だって。何がだってなの。言葉で返事しちゃダメ。そのことはもういいの。何でもないって言いなさい。何でもないって。うん、何でもない。そう、そうよ、分かってくれたらね。口を聞いちゃダメ、喋っちゃダメ。みんなが変に思うでしょ。僕と同じような人に生まれて初めてだったよ。お姉さんもよ、仲良くしましょうね。うん、仲良くして。メディアなの今のは。違うわ。そう、のりおちゃんじゃないの。僕じゃないよ。水いらない。うん、欲しいよ。じゃあ持ってきてあげる。僕も行く。そう、じゃあ一緒に連れてってあげる。あらあら、どうもすいません。いいえ。あなたね、事故のこと想像してるの。どうして事故のことが分かるの。しょうがないわね。私もこの子もあなたの考えてたことが分かったの。私たち他人の心が読めるのよ。君たちは信じてもらえなくてもいいわ。でもなぜあなた事故なんて想像するの。想像じゃない、本当に事故は起こるんだ。ぶつかるの？僕たち死んじゃうの？大丈夫よ、そんなこと起こらないわ。この人いい加減なこと言ってるのよ。でもね、のりおちゃん、このことは誰にも言っちゃダメよ。お姉ちゃん、この人とちょっとお話があるの。先にお席に帰っててちょうだい。なぜ事故が起こるなんて言うの。僕が予知したからさ。予知？そう、僕には子供の頃から予知能力があって、その予知が外れたことは一度もないんだ。それで今はこの列車の事故を予知したっていうわけ。その通り。そんなバカなこと信じられないわ。君とあの子が僕の心を読んだというのは信じられてもかい。僕の頭に浮かんだイメージが単なる妄想か、そうでないのか、そんな区別もつかないのか。つくわ。いいかい、真面目に聞いてくれ。あまり時間がないんだ。この列車は次の白樫駅を出て篠田口へ向かう途中で事故に遭う。助かるのは次の駅で降りる3人。3人。そう、そしてそれが誰なのか今やっと分かった。君と僕、そしてあの子だ。他の人たちはどうなるの。あなた平気なの。何が。何があって、もし事故が起こったら他の人たちはどうなるの。みんなを見捨てて降りろっていうの。しょうがないじゃないか、そういう運命。いくら運命だって、事前に分かってれば変えることだってできるはずでしょ。どこ行くんだ。車掌さんのとこ行ってこの列車を止めてもらうのよ。そんなことしたって無駄だよ、誰が信用するもんか。そんなことしてる間に事故に遭ってしまう。次の駅で3人が降りることはもうすでに決まってるんだ。君がもし私は他人の心が読みますと言ったらどうなる。君はあの子を連れて
次の駅で降りなくちゃいけない。それが運命なんだ。でも他の人たちをほっといて私たちだけ。もう時間がないんだよ。私この列車に残るわ。そうすれば運命が変わるかもしれないもん。君という人も、いいかい、君がこの列車に残るということは、あの子を道連れにするということだ。それでもいいのかい。僕は僕の予知に従って今までこうやって生きてきた。君もテレパスなら僕の予知に従いたまえ。白樫じゃタクシーありませんよ。この自分じゃ乗り降りする乗客いないんじゃないか。姉ちゃん、どうするの？僕はどうすればいいの？ちょっと待って。今はそばにお母さんがいるからダメなの。でもすぐ教えてあげるから慌てないのよ。慌てちゃダメよ。私、本当は怖いから降りるんです。なんだか事故に遭いそうな嫌な予感がするんです。事故なんてありゃしませんよ。愛知白樫駅で降りたってあとどうしようもないでしょ。次の列車が来るのは明日の朝ですね。変なこと言わないで。あんたどうかしてんじゃないの。ふざけんな。こっちはお前さんみたいにフラフラ遊び回ってるのとわけが違うんだ。ねえ、ねえ、吉田さん、疲れて寝てるんだ。いい加減にしなさいよ。俺だけあんた一人で降りればいいじゃないの。大丈夫ですよ、大丈夫。あなた、なんかおっしゃいよ。わしはどうせガンだ。列車事故なんかへでもないな。これですからね。さつきめ、さっきの男とここで一緒に降りる約束したんだろう。大したはずるんだ。私をバカにした。それが当たり前さ。僕だって子供の頃から散々嫌な思いをしてきた。今君にできることはあの子を連れて次の駅で降りること、それだけだ。見ろあの連中。たちまちインスタントカップルの出来上がりいいですよ。事故だなんて下手な芝居打ち上がってね。本当にね、近頃の娘ってのはボーイハントの旅してんのね。さあ、もう時間がないんだよ。のりおちゃん、のりおちゃん返事して。姉ちゃん、声を出しちゃダメ。のりおちゃん、姉ちゃん、僕どうしたらいいの。お姉ちゃんがよしって言ったら一人でこっちへ来るの。プラットホームで待ってたのよ。走らないでね。ゆっくりしないとダメよ。今すぐ準備します。いいの。まだよ、まだ席を立っちゃダメ。もうすぐ止まるわ。止まってからゆっくりでいいの。慌てないでね。
ドリルちゃん今よ、さあ出てらっしゃい。ちょっと待って、今お母ちゃんがどうしたのって、ここの人を使われてるんだ。やった、いらっしゃいよ、本当にもう。本当にもうすいませんね、うるさく。どうしたんだ、どうしたんだよ。おしっこ、おしっこって言うんだ。一人でいけるって言うのよ。おしっこ、おしっこだよ。おしっこ、しょうがないわね。いいよ、僕一人で行ってくる。ドリルちゃん、早く、早くして。いいから、いいから出てきなさい。どうしたんだ、出てこないじゃないか。おい、出てこないぞ。ノリオちゃん、どうしたの？早く。ノリオちゃん。誰もお姉ちゃんのこと信じなかった。それが我々超能力者の宿命なんだ。七瀬は初めて何でも話せる友達に出会った。自分と同じ不思議な能力の持ち主たちに、しかしそれが恐ろしい事故の予知がきっかけだったとは。仲間の発見はそのまま不幸の発見でもあった。探して歩くのべの道、季節はどこかへ忘れてきたの。今日も晴れた空、明日の夢はないけど、風だけを頼りに歩いていたい。そうね、ヒヤシンスみたいに愛を知らない、一人ぼっちの花よ、幸せはどこかに。知らぬあなたの優しい言葉欲しくて、今日もそっと待ってる白い